パイさんちょっと覚えてるか分かんないんですけど、大学の頃に僕ら2回ぐらい一緒に合コン行ったことがあるんですあるよな。よ。覚えてるよ。で、なんなら人生で行った合コンって多分それぐその2回。らいやと思うんですよ。でね、多分そのうちの1回がパイさんの元カノの弟のために開かれた合コン。もうこの時点ですでに状況がね、込み入ってますけど、覚えてますか、それ覚えてますよ。ごっつい男前の弟でね、これは。そうですよ。で、なんかその 弟がなんか何でしたっけ、彼女に振られた彼女に振られたかなんかかかな。な。で、なんかそのパイさんの元カノがこの元カノの弟のために合コンを開いてあげてほしいってパイさんに言ってます。言って、別れた後なのに。そうです。あなたなら信用できるからって、なんか偉い重い言葉に そうですなっよ。て、で、なんかパイさんが集めたメンバーの中になぜか僕もいたっていう。ましたね。だから、まあ、夫人で言ったら、パイさん、僕、パイさんの元カノの弟、弟パイさんの元カノの弟の友友達。達で、が男そう勢ですかね、男勢。で、多分、パイさんの、サークルの後輩の女の子に頼んで、女の子女をの子、集めてもらったんですよ。で、まあまあ、僕らもね、なんですか、僕らそんなにこう、もう目的はその弟のためですから、弟のためです。僕らがそんなにがっつくみたいな話でもなかったそうですじゃないね。ですか。で、僕らもこんな合コンの経験も豊富じゃないし、もうまあまあ頑張って盛り上げて、いっぱいお酒も飲んで、飲んで、で、もう二次会のお店とか行って、も案内して、でね、そっからね、気づいたら僕千里町で一人やったんですけど、それは俺覚えてないか。僕は異世界に行ったんですか？ あれ？なんかやらかしたんか？いや、わかんないんですよ。このね、怖いじゃないですか。僕今一人やったって言ったじゃないですか。そうだね。パイさんがいなかったとかそういう話じゃないですよ。一っ子一人いなかった。千里中央の駅で。周りに人がいない。そうなんです。まあ、その合コンメンバーは愚か。愚か。通行人すら。そうです。見たことない公衆トイレで目覚めたんですよ。一人で。もう電車終わってる時間じゃないですか。2時半とか。2時半。2時半とかにパッて気づいたら、寝てたとかいう感じなんかもわかんないですよ。そのパッて、ちょっとまあ立ってる状態？なんならこう倒れてる状態目覚めたというかは、立ってる状態でパッて目開けたら千里中央のトイレで一人っきりやったんですよ。対テレポーテーションじゃん。テレポーテーションテレポーテーションじゃん、それ。僕 これ難波で稀に起こるとされている怪現象。そうなんですよ。難波にいたはずじゃないですそうですよ。か。難波で飲んでて。で、俺たちは泉佐野に帰ってそるはうずですか、そうなん当で時。す。まあそんなにね、大阪の路線詳しくない方もいるかもしれないので言っとくと、完全に真逆じゃないですか。完全に真逆です。ほんまに上と下です。北の端っこ、南の端っこみたいな感じじゃないですか。そもそも、で、その端っこ端っこも、1個の同じ電車に乗ってたら、寝過ごして折り返しちゃうよっていう端と端じゃないじゃないじゃないですね。ですか。別の線の南端、別の線の北端じゃないですか。あれは何だったんだろうか。でもさ、君さ、リアルにそれぐらい方向音痴じゃん。あ、そそれうでですさ、か。酒も入ってりゃさ、なるよ。僕、迷子になったってこ迷と子になってるよ。それ多分ね、何回かあると思ですう。か？ その日だけじゃなく。ちょっとお酒飲んで、私、若い頃で飲みすぎた結果、めっちゃダイナミックな迷子になってたってこ迷と？子になった。まあ、それかその、ただ俺だけに対する、その、逆にみたいなボケやったかもしれない。南に電車で下らなあかんのに、なんか、北の端に行っちゃいました。いや、逆にみたいな、ああ、突っ込ボまっケ、ちゃったってなんことでかそすんか？なボケやったんです。だとしたら、よう今まで生きてこれたな。ね。僕ね、これ、パイさんに言ってなかったなと思って、そういえば。あの日、僕は気づいた一人やったんです。だって、これ、ちょっと状況がもう少しダイナミックになった場合、仮に僕ら2人で、
LA かなんかに旅行に来ますと、はいはいはい、で現地で遊んでて、で現地の知り合いを通じて現地の女の子と合コンすることになりました、はいはいはい、しかも日本に帰る直前に最後に思い出作ろうぜって言って合コンします、うんうん、飲みます。で飲み終わってよしじゃあもう楽しかったから日本に帰ろうって言ってフライト乗って東京に帰ってくるんよ、はい、俺は、はいはいはい、うん、その時県庁サンパウロにいるブラジルのサンパウロにおるよ。おお、そんぐらいの方向音痴です。いいですね、そうなってくると、いいこうなってくると、うん、もうなんか旅物語みたいになる、うん、スケール大きくするとね意外とそうですね、うん、なんかいい話、僕その千里中央で目覚めた時も、まあ、千里中央で目覚めたとは言ってますけど、おうおう、千里中央そもそも分かってないですからね。ああ結果的に見たことない公衆トイレで目覚めて、うん、どこかも分からない、そっからゲームスタート、その千里中央って分かったのはもう4時とかです、うんうん、ってことはそのサンパウロパターンも、うん、全くどこか分からん場所に行ってるわけじゃないですか、うん、でギャングに取り囲まれてます、うん、一人一人います。映画化しましょう。映画化しよう、うん、じゃあ LA に行こうとかまずね事実を交えたフィクション